かないんだ。冬は履かないです。履かないでこれ一枚、冬はね。そうなんか、そういうこと。たくさんは履かないですか。履かないです。サボってたやつは履かないです。夏は履かないですか。夏はたまに、たまに履くんですか。持ってはいるんですね。じゃあさ、この間買ったパターの下のところにこれだけでいいってこと？それをだからそれ とあとはちょっと厚いフリースのタイツを、タイツ、え、フリースのタイツがあるんですよ。 R1 ここに売ってるの？ここに売ってるんですよ、ちゃんと。それを履いて、でその時の状況で履き替えて、そっちは男性用なんで、こっち側のですね、この裏側を回っていただくと、ここにズボンがあるんですけど、これ？それですね。この辺のちょっと厚いやつを履いて、そういうことです。うん。それであれを履けばもう完璧です。もう怖いもんなし。っていう感じです。それがレギュレーターの一番ってやつで、もうそれがね、ないんですよ。今度、もうちょっと薄いやつしか今年はなくて、結構貴重な、そういうことレギュレーターの一番という。それ話せないですよ、もう。それ大町で履けばもう、普段から、寝巻きにも。これは何、普通の外で歩いてもいいの、これで。これ一応歩けるデザインなんですよね。下着っぽくなく、一応使えるデザインなんですよ。そうですか。サポート対策いらないってことなんですね。M、もうサポッタッチ履いてる人もいらっしゃるんですけど、XS、寒い時も。